はい、そしてさあ文字通り新庄により勝つを入れられた勝ちになりました琉球ガーディアンライオンズ。それに応えんとこの最終クォーター闘志をむき出しに上がっていくことができるでしょうか。この一つのクォーターで3つの対戦が取るというのはその最終クォーター第4クォーターが間もなく始まります。そうですね、はいはい、むしろ例えばこのキックオフリターンで、はい、ちょっと大きな原因をするむしろこのキックオフリターンでタッチダウンすればそういうことなんですよ。もっと広がり1分で、ね、6点取れるわけですから、はい、さあ沖縄ならばその曲から始まります。どこまでリターンできるかガーディアンライオンズ。もうこれも上に切り込みました。さあリターンに入ります。ちょっとブロッカーを探しているがうまく探せませんでしたね。このリターン自陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から琉球ガーディアンライオンズの攻撃と変わります。そのラッシュの方が力が勝されましたね。琉球リターナーは2番のジェイク・ジョンソンでした。一瞬ね、ちょっと止まるような形でブロックが完成するのを待つというパターンもあるんですが、今多分それを狙ったと思いますが、そうですね、うまく琉球自陣24ヤードからファーストアウト。さあ自陣24ヤードからの琉球ガーディアンライオンズファーストアウト。おっとブリッジだ。パスは不成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスはプレッシャーからパス不成功となっています。攻撃権1つ失いセカンドダウンに変わります。そうですね、攻めのディフェンスをしてます。そうですね、ディフェンスが逆にですね、攻撃権に取って、そしてもう1回琉球次元24ヤードからセカンドダウンテン。こういう時にはスクリーンであったり、ね、ラインバッカーのあたりのところにパスという、はい、その時間があるかどうかなんですよね。あるいはすれ違いのプレーですね。さあドロープレーを挟みます。すれ違う形で中央へのランプレーを図らんとしましたが、これもドラゴンズディフェンス対応し1ヤードロスとなっています。さてサードダウンで12、13というところでしょうか。長いですからね。中級、D 23ヤードからサードダウン11。この辺りの、ね、この風の影響をどこまでね、そうですね、中級であるかということも少し関係しています。フラットが出ました。フリープレーでその投げる。パスは成功。しかしイエローフラッグ反則が発生しています。オフサイドですね。プレーが始まる瞬間に出ましたね。はい、位置として前に出てましたので、はい、オフサイドアメディフェンスバイアイスのリーディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタイ従いまして、オフサイド5ヤード前進しサーズアウトライン直しとなります。もう石川バスカンだってそうですね。そういうことをリプレイというふうに表現します。琉球自陣28ヤードからサードダウン6。さあ、せっかくもらったから5ヤード1ですから、どうにかつなげていきたいです。さあ、サードダウン6、またブリッジがかかった。おー、中央のブリッジ、パス不成功。ここでワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、このパスはディフェンスカバー厚く、パス不成功となっています。さあパントに行くか、フォースダウン。ここはさすがにパントですね。まだ残りが10分、ここで失敗してしまうと琉球フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。また傷口を大きくしてしまいますね。さすがに何かやってきたり、トリックプレーとかも、はいはいね、考えられますよね。あ、マットです。よいしょ。さあこれもいいバウンドです。いいバウンドです。素晴らしいパットだ。あー、かいくぐられました。そこからリターン10ヤードほどですか。どうだ、う
よく認めましたよ。ですね、この時間はありましたが、しかし沖縄自陣35ヤード付近でゴールデッドとなりました。パンター24番若林、素晴らしいパントで陣地挽回を成功させました。人伸びも大きいですね、はい、ああいう人伸びっていうのは。若林はかつて兄弟東海を擁した当時に、兄弟が2連覇を、日本一2連覇を果たした時のタイトルエンド、結果パンターとしてオールジャパンに輝いたプレイヤーです。さあ第4クォーター残り10分35、ここはなんとかスリアの後に止めたいですね。まあ、そうすればまたもちろんのことですけども、逆転をね、そうですね、なんとか3回でドラゴンズの攻撃を止めて、パントに追い込みたいところです。攻撃権変わりまして、沖縄ドラゴンズの攻撃と変わります。沖縄ドラゴンズ、ファーストダウンテンということは、ダブレーの選択ですか、が多くなってくるんじゃないかなと思います。あ、これが抜けてしまった。さあ、ランナー抜けた。一気に前がいない。前がいない。これはそのままエンドゾーンまで行くか。追いつけない。一気に落ちた。残り10。あっちだ。タッチだ。トラックが今流られてますね。出ました。はい、さあ、あ、これしかしここでイエローフラッグが発生しています。重いじゃないかなと思いますけどね。さあ、この反則、果たしてどちらにあったでしょうか。プレーとしては非常に素晴らしいな、はいはい、中央を抜けてそのまま走り抜けるのはなかなかないですもんね。ないですよね。まあ、第2戦を抜けたあたりでね、はい、トップギアに入ってスピードが素晴らしい、すごかったですね、はい、追いつけなかったですね、ディフェンスバックが。エルプルサーラックのバックアンドレシービングティーン15ヤードペナルティーフォンスパラルサー。オフェンスだと、そうですね、はい、ちょっとプレーの結果がね、タッチダウン、そうですね、はい、戻しましたもんね、はい、反則はどうやらオフェンス側の反則だった模様です。従いまして先ほどのタッチダウンそのものは無効となります。15ヤードということは、まあ、結構大きな、はい、ね、一応コールとしてはパーソナルファウルで、はい、で後ろから当たっていただいて、あ、なるほど、そういうあの、はい、ボーロンは自陣45ヤードの地にセットされました。沖縄ドラゴンズファーストダウンテン。後ろから見えないところからのタックルは危険ということでね、だからブライトサイドとかね、いうことになります。パス不成功。クォーターバック2番ワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、コントロールミス、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。そのまま6点ピック6いかにもね、行ったかもしれなかったですね。サイドラインのコーチからはトライしろよ。なるほど、そんな感じで激が飛んでいましたね。ここがまた難しいところですね。トライしてこれ抜かれたらそのままタッチダウンだし、かといって沖縄ドラゴンズセカンドダウンテン、ボールオン自陣45ヤード、はい、セカンダーのゴールラン攻撃、これもまた抜けてしまった。タックルをかいくぐって左に展開して、さあ左オープンへのランプレーでしたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ただまたフラッグが出られてるんですよ。これはディフェンス側の反則ですね。アウトサイドですね。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に侵入しておりましたが、この反則をオフェンス、沖縄ドラゴンズ取りません。ランプレーを有効としまして攻撃権更新です。沖縄ドラゴンズファースター。もうここからだと今のドラゴンズだともうボーダーのシチュエーションになってますもんね。そのまま行きますよね、ゴリゴリ。はい、まあ、ファントを蹴らず、あ、時間もね、はい、沖縄ドラゴンズ相手陣に入りましてのファースト運転。そうですね、スクランブルからまだ投げるから、いや、そのまま走り出せ。あ、ファースト獲得です。ナイスラー、ファースター。クォーターバックがスクランブルから、クォーターバックパスを投じようとしましたがターゲット見つからず、そこで急遽右オープンへ展開してスクランブル。
クォーターバックにはそのまま相手タックル受けながら攻撃権更新を渡しました。沖縄ドラゴンズファースタースクランブル決めました。クォーターバック2番はコナー・ウォラス。全体見るって大事ですね。本当にね、ディフェンスがどこにつけて、はい、どういう動きをするのかっていう、一番よく見てるのがこのフォーダーだったと思いますし、それによってやっぱりね、沖縄ドラゴンズファーストアウト、試合が大きく左右されてると思います。おお、これはいいパス不成功。ここで沖縄センターのスナップ見られましたが、クォーターバックなんとかそれをリカバリーしパスを投じました。しかしプレー乱れたためパス不成功に終わっています。ここでダウンをされると、ね、もう10ヤード交代ということになるので、そのあたりの判断も含めてやっぱクォーターバックの能力が大きく上がってますね。大きいですよね。沖縄ドラゴンズセカンドアウンテン、さあセカンドアウンテンです。ボロン相手陣25ヤード、ヤード、さあこれ25ヤードどういう風に進めてくるのか。ドラゴンズ時間は残り9分34秒。さあこれもまたスクランブル、しかしパス、いやここもまたパス成功、クォーターバック2番、左のピッチパスをフリックし、そこからロングパスを投じようとしましたが、レシーバーとのコンビネーションが合わず、パス不成功に終わりました。ここはランじゃなくて、一気にもう勝負つけようというところなんですかね、ドラゴンズは。そうかもしれないですね。ここにやっぱり沖縄ドラゴンズ、相手陣25ヤードからサードアウンテン。さあ理由がないのここは踏まれるところです。サーダンテン、まあ、残り2回4回までポスターまで攻撃することを考えると、ここはしっかり止めたいところです。さあパスを投げて、これはさあこのパスどうなのか、キャッチですね。パス成功、ファーストです。ファーストダウン獲得。ここで沖縄パスプレー、ワイドレシーバー21番カワーされながらこれを見事に競り合いまして、パスキャッチ成功、攻撃権更新です。沖縄ドラゴンズファースター、見事パスキャッチしました。ワイドレシーバー21番はケイレブ・クックス。さあ15ヤードからドラゴンズファースターで残り15ヤードです。これはまた中央のためで、そこからバックして、さあ右奥が展開する。これ見事ですね。中央が空いてないと見るや右にバックして、さあこのランプレーゴール前直前で、はい、あのね、珍しいんですけど、今ゴールがエンドゾーンに入る前にゴールの確保しなかったら、よかったんで このランプレー、キャリア32番エンドゾーンに持ち込みましたが、そこでボールをファンブル、そのファンブルをしたボールを抑えたのは琉球です。エンドゾーンでボールを抑えたため、タッチバック攻守交代となり、タッチダウンとならず琉球が攻撃権を得た形になりました。そして20ヤード地点から相手側の攻撃権となる。ラッキー、なかなか来ました。かなりラッキー、そうですよね、はい、あれがサイドラインに出たら、あのサイドラインの力なんですよ。あ、おっしゃる通り、それがエンドゾーンに行っちゃったので、そうです、そういうことですよね。そうです、まあ、おそらくタッチダウンして喜んだと思うんですよ。早かったんですよ、そうファンブルをした位置がエンドゾーンの入る前、そしてボールがエンドゾーンの外に出たため、タッチバックという扱いになりました。琉球自陣25ヤードからの攻撃を得ます。ワンスタウンテン、コーチからはかなり怒られてるパス不成功。そうですよね。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、わずかにパスオーバースロー。でもプロでもたまにパス不成功でセカンドダウンに変わります。逆に言えばプロで怒りがちなんで、そうですね、自信守りにやっちゃう時がありますから、勇み足というね。本当ですね、いいかもしれないです。まあ、プロね、プロですから、終わった後のパフォーマンスもね、見せ場だったりしますよね。あんまり優秀でセカンドアウンテン。さあ、残り8分55秒、セカンドアウンテン、ブリッツルルクです。いや、下がった、
中央の突破。さあ、ドロープレイで突破を図ろうとしましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。捕まってしまいました。だからアンパイアから振られました。振られましたね。アンパイアというのは、ゲームの第2戦で後ろぐらいのポジションで。パークロッカー。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手ディフェンスのフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は10台の反則として扱われます。これは15ヤードの抜体従いまして、琉球自動的に攻撃権更新となります。琉球ガーデンライオンズファーサー、多分そうですね。ここでディフェンスにさらに反則があります。アンスポーツマンライクコンダクト、スポーツマンらしくない不当な行為がありました。この反則も10台の反則として扱われ、さらに15ヤード抜体となります。アンスポーツマンライクコンダクト、やっぱスポーツマンらしくない行為という日本語の反則ですけど、ここはちょっと熱くなってしまいましたね。これにより琉球一気に30ヤード前進する形でファーストダウンとなります。30ヤード、おっしゃる通りです。相手陣44ヤードからファーストダウンと、ナイスパス、パス成功、ナイスピン。しかしこのパスは成功です。パスは成功しましたが、ワイドレシーバー29番ヒットを受けながら見事にパスキャッチを成功させ、約2ヤードのゲインとしています。取りました。ワイドレシーバー29番は中村、大きいですね。タイムを進ませないぞというような、そんな感じのタイプでした。ここは琉球セカンドダウンペイン、オーストラリアシチュエーションですね。敵陣に入っていますので、相手陣36ヤードの位置からの、34ヤードの位置からの攻撃です。そうですね、相手に弱点をね、できるようなレベルです。これはパス不成功。ここでディフェンスの裏の突きようにロングパスを投じましたクォーターバック7番。しかしこのパスは不成功。サードダウンに変わります。今も多分こう引いてくれるだろうなっていう感じでクォーターバックに出てるんですけど、やっぱりディフェンダーが今2人3人でいましたね。カバーもそういった意味ではちゃんと落ち着いてディフェンスをしてますよね。さあ、琉球サードダウン8の状況を突破できるでしょうか。さあ、そして裏を突くようにドロープレーの展開により突破を図りましたが、フォースダウンに変わります。ディフェンスの第2戦、第3戦の選手の動きが非常に速いですよね。ランプレーと判断したのも前に前に進んできました。しっかりと獲得されましたね。なかなかさそうかいグループというのは、さすがですね。まあ、ディフェンスの選手としてはね、やっぱりクォーターバックサッカーというのは大きいんですけど、タックル数というのもね、はい、確実にタックルをできる選手というのはやっぱり信頼されますよね。第2段階ですよね。琉球フォースアンテ、これはどうにか更新したいところです。右に展開しながら、しかし、捕まってしまった。コーナーさん、キュービーさん、クォーターバックながら、ここで右スプリントアウトからパスを投じようとしました。しかも、錯覚されてしまったということで、しかし、これを沖縄ドラゴンズ64番、99番が殺到しまして、キュービーさん、4回目の攻撃失敗ですね。攻守交代となります。ターンオーバー。素晴らしいラッシュでキュービーサックしましたのは沖縄ドラゴンズ64番のデュラン・ラザー、99番クリストファー・ディッカーソン。そのレッドタックルというのは非常に重要なオフェンスライン選手としては近づきをもらえるような感じですね。その通りです。そこがやっぱり一番、まあ、信頼できる選手という形になるんですが、まあ、結果的にね、大きなトスをしてしまいましたけど、ここはまたディフェンスの雰囲気を期待したいところです。まあ、インターセプト、リターンタッチだ、ピックシックスというやつがあるわけですから、ディフェンスここは見せどころでありますね。攻守変わりまして、沖縄ドラゴンズの攻撃と変わります。ボールオン、相手陣43ヤードから沖縄ドラゴンズ、沖縄ドラゴンズファーストアウト。パンチングいろいろありますからね。パンチングを誘いたいところです。パスで攻めます。
おインターセプト、いける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 、前が誰もいない、前がいない、低すぎる、さあこのクォーターバックセールだ、あー止まった、しかしビッグプレイ、ターンオーバー、わー話してたらねここでパスプレーを展開しようとしました、ドラゴンズ。しかしそのパスを取ったのは琉球ガーディアンズライオンズ80番、そのまま一気にビッグリターンし、相手陣1ヤードに返すビッグプレーにより攻守交代です。ターンオーバー、見事なインターセプターを決めましたのは琉球ガーディアンズライオンズ80番のトニー・フォーチュン。そうですね、ただまあでもボールのチアードですかね。そうですね、ここはしっかり大事に得点につなげたいですね。本当です。さあ琉球相手陣1ヤードからファーストアンドゥーゴー、真っ向勝負のランカー、裏を変えてのパスか、ランプレーです。あーっと止められた。さあまず17番、しかしこれは止まる、ちょっとロスになってしまいました、1ヤード2ヤードぐらいロスしちゃいましたね。いや意外まず中央のランプレーを展開しました、しかしこれは止められました。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。ディフェンスライン、特にディフェンスラインがね、とにかくもう相手を駆使して、もう壁を作ってしまうということになりますので、ね、あんまり進めにくいんですよ。琉球相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴー、はいはい、この一歩がなかなか遠い。さあどういうプレーで打開するのか、ここでホイッスル、タイムアウトですかね、はい、ドラゴンズが当たり、ここで沖縄後半2回目のタイムアウトを取ります。さあドラゴンズ後半2回目のタイムアウトです。これ、じゃあ終わって、じゃあここでセレモニーやりますって、選手だけはそのまま残して何人か残るかな、先ほど最初のプレーが真ん中で止められるので、はい、さあ次はオープンに行くのか、それともパスに行くのか、でもやはり真ん中をプレーで選手が出すのか、まあ、逆に言えばもうフォースターステーションになってるわけですから、はい、あと3回、はい、3回ランでもありっちゃありですよね、もちろんそうですね。ちなみに私高校時代に同じステーションで、はい、この1ヤードからフォースがパスタンドでね、はい、4回に真ん中を追いついて止められたという、はい、それはだいぶへこみますね。だいぶへこみました。あと1ヤードが、はい、そうなんですよ。それでその後その90ヤードが、さあドラゴンズこのタイムアウトでどのような対策を練ったでしょうか。すごいですね。琉球相手陣2ヤードの位置にボールをあります。うわあ、浜田さんの暗い過去が。いやでもそういう悔しさも経てということですね。さあ琉球ゴール前ニヤードに挑みま す、ね、セカンドアントゥーゴー。さあセカンド、ここは真っ向勝負、ランで行くのか、裏を返ってのパスか、ですね、今までずっとセットバックだったんですけど、あ、はい、さあトリックプレーだ。さあイエスから止められたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの判定どうなんでしょうか。でプレーで外れたところでそのままランナーパターンにパス、まあ、割とキャッチみたいな形になったんですね。そうですね、要するにスナップ払いしてショットガンの同じような形に左に展開していった。ただね、今までフラッグも出てるので、ね、何かロングアウトの反則があったかもしれません。あ、ハンカが来ますね。ちょっと痛んじゃいましたか。食べる際の選手も痛んだかもしれませんね。あ、大丈夫、大丈夫。オフェンスの反則です。ホーディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤード抜体という形になります。遠ざかってしまいますね。ここのホールディングは痛いですね、うん、
タイミングの長いプレーとかね、あれが10ヤード下がりまして、セカンドダウン、やり直しとなります。ワイドレシーバーね、ワイドキックだったんですけども、長い時間ブロックするときには、ホールディング、そうですね。ただしかし、セカンドダウンということを考えて、逆にちょっとスペースができて、パスプレーも選択できるのかと、まあ、ポジティブに考えれば、おっしゃる通りです。そういうこともあり得るわけですから、そうですね。さあ、ボールオンは相手陣12ヤードになりました。琉球セカンドダウン2号パスを選択しそうですが、これも相手が抜きさあプレッシャーを抜ける投げしてリフレクトされたもののインターセプト、いや取りましたね、取りました、取ったように見えました、パスインターセプトです、リフレクトカットされたそのままここでクォーターバック7番プレッシャーかわしながらパスを投じました、しかしそのパスをダッシュしてきたディフェンスがインターセプトし攻守交代です、ターンオーバー、要するにターンオーバーです、これは絶好のタッチダウンチャンスだったんですけど、そうですね、私は話したからでも意外にああいう時って攻守変わりまして、今度は沖縄ドラゴンズの攻撃を変えます、ボールオンは次元11ヤードから沖縄ドラゴンズファーストダウン10、でも逆に言うとディフェンスエンドあれは最後まで諦めずに追いかけたということですね、そうですよね、打球を取りまして頑張ってもう一度左に展開してこれはファーストダウンかかってしまいました、さあまずはランプレーから入ります、左オープンにキャリア21番に託しまして展開して攻撃権更新としています、沖縄ドラゴンズファースター、キャリア21番はケレブ・クルクス、第4クォーター残り6分22秒ということになってますね、まあ、時間が進むと逆転のチャンスはそれぐらい可能性が少なくなっていくんですけども、ただね、1分があれば3つも立ちます、沖縄ドラゴンズファースターアンテン、フラッグが取りましたね、おっとそのまま右に、さあ右オープン展開しました、しかし ここでイエローフラッグ反則が発生しています、10ヤードとか発射というのが10ヤード近くですね、はい、この反応どっちに行けるかですね、今のタイミングだとおそらくこの辺の何らかの反射だったなという感じがしますね、モーションのせいかもしれません、イリーガルモーション、オフェンスの反則です、イリーガルモーション、不正なモーションを使用しました、オフェンスは1人だけ動きながらプレーが展開できますが、その方向は横ないしは後方と限られています、わずかでも前に動いていた場合は反則となります、5ヤードバッタリとなりましてファーストダウンやり直しです、なるほどなるほど、あくまでも横に並行して動かないといけない、横から後ろ、後ろの方、ドラゴンズファーストダウン15、バッタリしてファーストダウン15という状況になります、ここを3つで止めて、あ、これはバブル、さあ中央でラブプレーだが、どっちが、さあ判定はどうか、タンバーだ、やりました、ここで沖縄ファンブル、そのファンブルしたボールを抑えたのは琉球ガーデンライオンズに従って攻守交代です、ターンオーバー、ここは願いでもタッチダウン、さあ、ね、先ほどよりは距離はありますけど、はい、でも30ヤードですから、いいフィールドポジション、そうですね、さあ何をやってもいいようなフィールドポジションですから、頑張れ千葉リオー、琉球ゴールインライオン、さあ相手陣18ヤードから琉球ファーストアンテン、ファーストプレーは何を選択するのか、パスです、お、スクラム出た、さあ QB スクラムいった、あ、早い、しかしプレッシャーからこのスクランブル約3ヤードロスという形になっています、ディフェンスのカバーが素晴らしい沖縄ドローンズ、8セーターのコートバーガーで見てるのは恐ろしかったところで、おお来た、はい、
で、まあ、かわそうとしたら琉球セカンドダウン13ロスになりましたね。そうですね、まあ、でも気を取り直して、そうですね、あと3回攻撃できるところはワンプレーで、ね、一気に入ってきますので、はい、さあドロップで上げた。しかしこれもディフェンス陣対応しています。ディフェンス陣が粘り強く倒れながらも足に絡みついてたので、はい、ランニングバックが思うように走れなかったんですね。琉球サーナンロングの状況となります。大きな原因につながれなかったです。いやーオフェンスのミスもディフェンスがしっかりとカバーしてますね。こうやってね、オフェンスとディフェンスがお互いがね、ちゃんとこう協力し合うというのがね、そうですね、こういうチームプレーが、ビュート通りは深かったですよね。そうですね。さあ、フェイクを入れて、パス、中央へのパス、これも見事に、パス不成功。ここで中央付近に走り込んだワイドレシーバーにパスを投じましたが、このパスはカットされ、パス不成功です。フォースダウンと変わります。もちろん点差のことになりますが、責任ですので、そうですね、4回目のブロックは攻撃をして、これは4分13秒ということですから、まあ、次をスリアドアウトで止めればもう1回来るかというところではありますけどね、はいはい、まあ、でもここは本当に頑張って、そうですね、ぜひ欲しいです、タッチダウンが見たい、いけ、やるやるやる、さあ琉球フォースダウンロン、頼むぜ、ロングパスだ、あー、インターセプト、これは痛恨、しかしまあよくそこに止めました。これをパスで突破しようとしましたが、しかしインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、不成功になるよりは前に出ました、はい、そういう、しかしパス不成功の場合は開始地点からの攻守交代ですが、インターセプトによりわずかですが相手陣奥へ押し込んだ形で攻守交代となります。5秒なんとか、たまにね、あるんですね、オフェンス最後の攻撃でロングパスを投げて、はい、相手にインターセプトされたとしても、ファンドガードの思いはいい、そうですよね、はい、そういう作戦の方々も実はあります、割り切るやり方ありますよね、そういうふうにね、こぼれながらも取れる、はいはい、まあ、あるいはそういう意味でね、フットボールは相手なんです、おっしゃる通りです前に前に、沖縄は自陣28ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10、なんとか後ろに下がる時もたまにあるんですけどね、なんとか前に進みたいですよね。さあ、先ほどありましたように川田さんもおっしゃってました、ディフェンスのミスをディフェンスが、さあディフェンスは殺到する、1つ目のタック、しかしこれをかいくぐってキャリア32番ヤリオープンに展開、攻撃権更新しました沖縄ドラゴンズファースター、かわし方もいろいろありますよね、スピンでかわしてみたり、そうです、ね、ストップしてみたり、さっきおっしゃったように、ね、リードをパンとね、はいはい、のヘルメットを持ってられて突き放したり、いろんなテクニックありますね、はい、まあ、それもね、日頃の練習だったり、トレーニングだったり、沖縄ドラゴンズファーストアンテ、さあドラゴンズファーストアンテフレッシュ、残り3分27秒攻撃が始まります。見えのパス、そのままランダーキャッチ、これもこれ、さあここで外へ振りました、ワイドレシーバーでのヒッチパス、そこからキャッチアンドロンし右オープンへ展開、このまま短いパスを投げるときに、はい、そのランナーね、約5ヤードのゲイン、はい、ゆっくり走っているゲインでトップギアになるときにスピードの速さというのがディフェンスに迷い、あの高くミスを、ね、誘うことがあるんですよね。なるほど、なんか行けそうだというときにすぐトップギアになると、はい、なかなか追いつけてなかったですから、逆に言うと瞬間的にトップギアに入れられる、沖縄ドラゴンズセカンドダウン5、あ、そうです、はい、モラル高いですね、そうですね、さあ一人左に展開して、さあ左にまくられましたね、タックル、あ、これタックルできる、ダニ枠27番、ハンドオフから左オープンに展開、24番でしょうか、左オープンに展開しまして、はい、
後衛権更新を果たしています。沖縄ドラゴンズファースター、キャリア24番はカイル・ケスラー。さあ、メガ19ガーディアンライオンズ、ここは最後まで諦めずに何とか止めてほしいですね。適宜に、いや、時期にね、はい、沖縄ドラゴンズファースターアンテイ、これはトゥーリーリッチまで流すかもしれません。プレッシャーしました。うわー、タックルを2つ3つ返り打って、さあ再びランプレー、今度はハンドオフから左オフタックルをつきまして約5ヤードのゲイン。これも一つのチェンジオブレイですね。このスピードで見せかけて、ちょっとストップして、はい、相手の部分で受けて、またこう旋回していくね。すごいですよ、私なんか見てるだけでアキレス腱切れそうです。プチッていくことじゃ、よく止まらないですね。しかもね、今日は雨上がりとか、こういうコンディションの流れですから。さあ、ここは2ミニミスボーリングですかね。ここで2ミニッツオーニングに入っております。先ほどのランディング55分で入っております。本日の試合はボールゲーム特別ルールにより通常の NCAA ルールに2ミニッツオーニングが加わっております。さあ残り2分を切って1分55秒、この後沖縄ドラゴンズはセカンドダウン4というところですか。さあ、ここはタイムアウトを使いながら時計を止め、もう一度攻撃権を何とかというガーディアンライオンですね。まあ本当に1分1秒でも早く攻撃権を得たいところですよね。まあ、もちろん先ほどのインターセプトの取り組みみたいにディフェンス側で得点を取ること、例えば相手ランプレーであってもファンブルをさせることで、そのファンブルをこう拾い上げてそのままランバックしてタッチダウンすることもルールで認められると思うので、ということです。さあ試合再開となります。沖縄ドラゴンズセカンドダウン4、試合時間残り1分55秒、沖縄ドラゴンズの攻撃が始まります。沖縄ドラゴンズも先ほどから出てもう1回来た、そうですね、そういう話です。おっと、ロングパス左奥に投げた、これは抜けんだ、パスだ、タッチダウン、今日最後のロングパス、クォーターバックリバン、ここで左サイドライン側に走り込んだワイドレシーバー、1番のロングパス、これを1番見事にジャンピングキャッチし、エンドゾーン走り込んだタッチャー、いやいや、ちょっと沖縄ドラゴンズ6点獲得、はい、見事なロングパスを投じました、はい、クォーターバック2番はコナー・ワラス取りました、ワイドレシーバー1番はメソン・ウルフ、逆に言うと訴訟をさせたというところなんでしょうね、はいはい、ディフェンダーに取られないように、はい、作業されないような高いパスを見事にキャッチしました。これで26点、この後2ポイントコンバージョンです。沖縄ドラゴンズトライ4ポイント2ポイントコンバージョン、右入った。そのまま入2ポイント成功。2ポイントコンバージョン成功です。ここでクォーターバックはミニターセーフティーボルグにパスを通し、そこからバックスがエンドゾーンに飛び込んでタッチャー、2点獲得としました。沖縄ドラゴンズ28点、琉球ガーディアンライオンズ0点。で先ほど、ママさんからもありましたけれども、
ただ時間をもう消費するのではなく、はい、もうまたたくさん取りに行くんだから、ね、そうですね、沖縄ドラゴンズのそういう姿勢がいうことをとってつながりましたね、はい、いろんな意味だから愛人気なドラゴンズの、ね、姿が、ね、見えると思います、はい、しかも今日最高のプレーがね、本当ですね、はい、見事なロングパスが、やっぱりね、フットボールの試合見ててロングパスが一本ね、見たいというのね、そうですね、今日はこういったあのシチュエーションとか、なかなか見たくないかなと思ってたので、試合の最後の後半で、ね、そのプレーが見れてなかなか良かったかなと思います。よく投げられますね、あの大輝のボール、すごいな、毎回思うんですよ、ほんと綺麗なスパイラルくるくる回転しながら、ね、まずはそのスパイラルをね、しっかりとつけて投げれるかどうかというところから始まりますよね、まあ、練習です、これもね本当そうです。さあ、逆に言えば1分47秒残って琉球ガーディアンズは攻撃できるわけですから、はい、ここは正直ちょっと逆転まではつかないんですけども、まあ、でも一瞬抜いて、はい、沖縄ドラゴンズキックオフ、得点ともなんかね、上げてほしいと思います。お願いします。また風がちょっと出てきましたね。さあ琉球リターンに入ります。さあ中央から抜けるまずまずこのリターンは琉球陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。今回はね、あのしっかりとスピードで持っていいそうですね、1分41秒。さあ残り時間1分41秒かけまして琉球反撃に入ります。パスで、はい、トタタスベルそして時を止めるという、ただ相手もそれは分かっているのでサイドは固めてくるのか、またここがね、駆け引きですよね。おっしゃる通りですね、まあ、この中での一定の選択というのね、やっぱり一つのこれはコーチの方で見せたところですね。本当にチェスマッチですね、はい、さあ琉球ファーストアンテさあファーストアンテガジまずはサイドぐらいに行きはパスは不成功。クォーターバックならばまずパスから入りましたが、これはディフェンスカバーにパス不成功となっています。セカンドアンに変わります。取れなかったのではないですね。まあクォーターバックはちょっと止まってほしかった。でもそのままアドレスは奥に果たしていたというような感じですね。フットボールは琉球セカンドアウンタイム。そうですね、先ほどのロングパスが通ればね、はい、ありえますね。さあセカンドアウンタイム、あー早い、惜しい、パス不成功。ラインに当たってしまいましたね。そうなんですね、プレッシャーを上げながら浴びながらクォーターバックながらスクリーンパスを投じました。しかしわずかにタイミング合わずパス不成功に終わっています。中盤も高いですね。ブロックが入るはずのラインがちょっと後ろに残っちゃってますね。琉球ガーディアンライオンズサラン点、ちょっとアサイメントミスみたいな感じだったんですかね。さあサラン点です。頑張れ。これもまたキュービーサーク、クォーターバックサックです、はい、今のナックレーなんかクォーターバック7番パスを投じようとしましたが、はい、これを沖縄ドラゴンズ32番がキュービーサーク大きくロスと変えました。いやー今のロスは痛いですね。10ヤード10ヤード以上15ヤード下がっちゃったらやりますね。QB サックをしましたのはドラゴンズ32番のランドル・バンハート。20ぐらいですか、はい、20ヤード以上あります。はい、おー一発奥に。さあ琉球フォースダウンロングプレーを選択します。短いパスでも、まあ、そうですね、はい、ちなみに後ろにパスをつなげていくというのがありますからね、はいはいはい、
前は1回しか投げられませんが、後ろは何度でも OK です。惜しい、ショートでした。達成功、ショートでした。中央果敢に攻めるパスプレーでしたが、このパスキャッチできず攻守交代となります。バブルバブルフォースバブルリカバーインターセプト。そうです、あのディフェンスの1プレーで立ちたプロデュースの可能性があります。沖縄ドラゴンズファーストアンテさあ、沖縄ドラゴンズのファーストアンテ20ヤードからです。20ヤードラインからのファーストアンテ、右にフライトさせたパスをインターセプト、インターセプト取りました、落ちました、取ったインターセプト、タッチバックターンオーバー、右側のラインからということですね。キャッチしてエンドゾーンでレッドタッチバックですね。ここでドラゴンズはタッチアップからパスを投じましたが、このパスを見事に琉球パスカット、そしてその浮いたボールを奪い取りまして見事インターセプトしました。攻守交代です。ターンオーバー、次に動かれてきた選手がエンドゾーンのディカバラのキャッチしました。大きいですね、はい、決めないプレー見せてくれましたね。ですね、残り時間27秒で琉球攻撃権を得ます。ボールオン自陣25ヤードからファーストアンテ アメリカ警察ですよ最後頼む、よいしょ、うまくさあプレッシャー来るが、これは仕留められました。キュービーサーク、これは、まあ、もちろんラッシュもそうなんですけれども、ね、カバーがしっかりしているということで、ここでホイッスルないっていうことですよね。まだね、カバーというよりはその手前にもラッシュがどんどん琉球、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。試合時間は残り15秒で時計は止まりました。さあ1回目のタイムアウト残り15秒、あと2回ありますからね。そうですね、タイムアウトに2回あるんですが、15秒という時間は、はい、ワンプレーして、リプレイプレーできて、リプレイプレー、ちょっとしたらリプレイで終わってしまうのかな、そういう様子ですね。だからこうやってタイムアウトを取るときは、まあ、次にもしインバウンド出てたら、またすかさずタイムアウトを取るべきですけども、まあ、次のプレーを予測して、1プレー、そして2プレー目準備ということで、あらかじめ作戦準備しておくことがいいと思います。はい、まあ、もう働き込む時間もないですからね。おっしゃる通りですね。それがもう、もったいないという。すぐに考えてみましたね。はい、さあタイムアウトを解けます。琉球19ヤードからセカンドダウン16、試合時間残り15秒、さあ残り15秒です。さあどういったプレーを選択するのか、これもまたラッシュが漏れてきた、パス不成功、クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからそのパスを投げ捨てざるを得ませんでした。パス不成功によりサードダウンに変わります。オフェンスラインがプロテクションを持たなくなってきてます。あのうちのグリーンズで、1人2人をラッシュしてきているので、まあ、いわゆるアサイメントミスとかも、まあ、トルニーギーがいない選手が、はい、あの出てきているとは思うんですけど、それにしてもラッシュが早いですね。早いです、そこはすごいです。
素晴らしい出足です。琉球自陣琉球ヤードからサードダウン16、試合時間残り12秒。さあなんとかタッチダウン1本、ランプレーに警戒が抜けた。さあここでドロープレーを展開します。あと次が最後のプレーですかね。でもタイムアウトの入りが進んでしまいました。取ってます、取ってますね。なんか、怪我が、自分で出れそうです、はい。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトも入っています。時計が止まっているんですけれども、はい、まあ最後のプレーですかね。レフリーが試合終了、ここで試合時間がなくなりました、はい。残念ながらこれでタイムアップということになります。第2回試合ボールは28対0、試合終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ0点、沖縄ドラゴンズ28点で沖縄ドラゴンズの勝利となりました。さあということで安藤さん残念ですね。なんとかタッチダウン1本見たかったんですけどね、確かにね、タッチダウンのチャンスが絶好のチャンスが2年越しのその反撃の機会、しかし実りませんでした。本当そうですね。そして最後まで残ってくださった観客の皆さん、本当にありがとうございます。ね、やはり強い中、ね、風など一目を気をつけてください。さあ今両チームの選手がサイドライン並んでおります。それぞれの健闘を称え合うように、最後に向かい合って健闘を称え合います。ここでエアポートトレーディング株式会社代表取締役社長大城康史様より記念品の贈呈です。お願いいたします。Turn out the way that we wanted. At least we showed that we're continuing to improve and we're getting. Continue to support us, and we'll promise that we'll give you a team that you guys can support and love. これからも一生懸命、沖縄の方に
誇りに思えるような強いチームとなるために練習頑張っていきますので、これからもよろしく、応援よろしくお願いします。はい、ということで大きな拍手を送りください。ありがとうございました。先ほどもね、そして、こちらエアポートトレーニング株式会社むしろ安井様より記念を贈呈いただきました。ありがとうございます。それから格好を頑張っております。ということで、これをもちまして第2回授業を終了いたします。本日はありがとうございました。本当に最後までありがとうございます。風邪などに風邪に気をつけてください。そしてお願いがございます。ゴミはですね、備え付けの袋を分別してお進めください。かつて少し前、この競技を題材にした漫画がありました。こちらの処理もしっかり。いじめから逃げ場のうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意のあたりこの競技にかける選択をしたものでした。沖縄でのフットボールの広がり、そして皆さんが楽しんでいただくことを大いに期待しています。また共に一緒にフットボールを楽しみましょう。ありがとうございます。浜田さんでした。そして MC 西向井高等でした。ありがとうございました。その多くを導いたのは、うどんだが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはありがとうございます、ありがとうございます、いじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして琉球ガーディアンライオンズの今季の活動は全て終了という形になります。琉球ガーディアンライオンズを含め、その所属しております X3 全13チーム、そしてその上にあります X26 チーム全てがこれによりひとときの静寂の冬を迎えます。そして彼らはこの伏量を放数の時を経て、やがて訪れる開花開校の春を謳歌し、鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れることができるのは果たしてどの強者となるのか、その光景を楽しみとはしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は本部牧場様のプレゼンスによります首位場ボール運営委員会の方々のご協力ご協賛となりまして、その配信には実況に花丸様、そして、FM 沖縄の方々がご協力いただきまして、この配信を実現いたしました。そしてその YouTube 配信およびその実況進行を担当させていただきましたのは私道楽屋一代でした。皆様またお会いしましょう。それでは失礼いたします。